こんなに見せてくれると思わなかった、ドキドキ紫輝くん美女最高、平野紫耀、おやすみって優しい笑顔で言われたのでめちゃくちゃ良い夢を見れそうです。ありがとうございます。東京ドームはいつも熱気に満ちています。平野紫耀はスタイリッシュな衣装を脱ぎ捨て、シンプルな T シャツとヒットホットパンツ姿でステージに駆け上がり、ファンに挨拶した。これには会場全体から歓声が上がり、ファンの熱狂的な声援に包まれた。 平野はファンの愛を感じている。翔くんの名前が呼ばれるたびに、会場は笑顔と涙と歓声で満たされた。彼はここに来られて本当に幸せです。実は平野ノシミオさんもいらっしゃいました。彼は話し、笑い、歌い、踊ります。そして最後まで会場を見回しし、ファンに手を振ったり、ハグしたり指さしたりして連帯感を共有した。私は震えて涙を流す彼を見つめることしかできませんでした。 撮影禁止となった後も、この場所では写真を撮る人がいたが、平野と騎士が子供たちと遊ぶ姿が印象的だった。ゴートは会場を揺るがすほどの盛り上がりを見せ、約3時間に及ぶライブは圧巻だった。平野仕様のソロコーナーでは、ソファーに寝そべり、テーブルの上に置かれた薔にキスをし、ドリンクを一口飲み、ジャケットをテーブルに置いて激しく踊り始めるなど、セクシーな演出が満載。限界。 その光景は本当に素晴らしいです。東京ドームでのイベントは平野耀と彼女のファンにとってとても特別なものだった。彼の魅力とパフォーマンスは多くの人を感動させ、喜ばせ、ファンの心に永遠に残る思い出となった。平野さんのパフォーマンスや姿勢からどんな夢や目標が生まれましたか彼の成功は私たちに新たな希望と勇気を与え、夢を追うことの大切さを思い出させてくれます。 しかし、その後撮影は禁止となり、残念ながら、ナンバー、愛の撮影は富士限定となった。しかし、現場では写真を撮っている人の姿もちらほら見られました。しかし、撮影禁止となった後も、平野潮のパフォーマンスに会場は揺れていた。彼のパフォーマンスはまさに息を呑むようなもので、3時間に及ぶライブパフォーマンスは観客に深い感動を与えた。 ライブに行けなかった皆さんにもその感動を分かち合いたいと思いました。今日の平野紫耀のパフォーマンスは単なるコンサートではなく、感動と興奮に満ちたパーティーでもある。その姿は夢のようで、ファンにとっては決して忘れられない思い出となるだろう。最後に、このライブで得た感動と興奮は私たちにとって宝物のようなものです。平野紫耀の演技は面白いだけでなく、見る人に深い印象を与えます。 その姿はまるで輝く星のようで、私たちに新たな夢と希望をもたらしてくれました。